はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。ケロッグのオートミールを使ってお好み焼きを作ってみました。まあお好み焼きって言っても、もう本当にそういうのかと思います。このオートミールをフードプロセッサーで粉砕して粉にしたんですね。オートミールは以前業務スーパーのものは食べたことあるんですが、ケロッグからも出ているんですね。シリアルのオートでケロッグのとはまた違った美味しさがありそうですね。まあそれが直接感じられる味なのかどうか分かりません。はい、こんな風になってます。自炊だからちょっと焼き方も不安だからそういう部分もあるんですが、まあ気にしていても始まりませんので、いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。おお、思ったよりふんわりした生地で和風だしがうまく染み込んでいて美味しい。もっと具材入れればよかったな。きっとオートミール自体にはほとんど味がないのか、混ぜ込んだ和風だしの旨味やソースの味がしっかり浸透して美味しかったです。お好み焼き以外にもいろいろ作れそうですね。ケーキとか作ってみたいです。でもフードプロセッサーで粉砕しなきゃいけないのはちょっと手間だから、粉末タイプのオートミールとか出てくれないかな。食物繊維も豊富で健康にもいいと思いますので、これはこちらの点数とさせていただきます。ちょっと字が残念な気もしますが、それでは、蛇の道、水があるなりこの先は、何か良くないことが起こりそうですね。でも蛇は幸運を呼ぶともどっちなんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終焉。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。